我が家にルピシアの福袋が届きました。イエーイ。こんにちは、ゆいです。今日は2023年年末に届いたルピシアの福袋を紹介したいと思います。今回買ったのはね、2024冬福袋丈9番ティーバッグをね買いました、うん、前々からねいろんなところで言ってるんだけど、どうしてもね福袋を使い切れないの私たち。もうね去年の冬も去年の夏も正直まだあるのね、うん、でこれでまた今回買ってしまったらね、これもまた使い切れないんじゃないかと思って、うん、もう買うのをねすごく悩んだの、うん、だからもうネット見てはやっぱやめようかなって、ネット見てやっぱやめようかなって、どんどん売り切れてっちゃって、うん、もうね最後の1種類をギリギリで買ったっていう感じなんだよね、うん、でいつもみたいにおまけがつくんだけど、そのおまけももう3種類あったんだけど1個しかもう残ってなかったの、うん、もうなんか選べるあれもなく、うん、もう強制的にそれだったぐらいギリギリに買いました、うん、はい、はい、じゃあ開けていきます。はい、まあいつもながらにね買った理由っていうのはもちろんお得だっていうのもあるんだけど、まあ今回ね ありがたいことに視聴者様がね、うん、ルピシアの福袋の開封見たいんですって言ってくださったっていうのもあって、うん、まあそれと年間ね、ちょっといくら以上かわかんないんだけども購入すると毎月ねルピシアからお便りが来るのよ、うんうん、そこにお茶が2種類入ってくるんだけど、うん、それがなんか地味に嬉しくてね、うん、それをだから、毎年買って更新しないとお便りが来なくなっちゃうの。なるほど。だからそんなことも考えて、うん、で今回逃しちゃうと次のね、お便りが来る資格を失うってことに気づいて、まあそういうのもあって今回買ったっていう感じ。はい、はい、あでこれね初めに見せちゃう、まあ、いつものねティーバッグセット。うーん、だからなんか食器こんな小さなねグラスとあといつものティーリーフ3種類セット、うん、新種セットみたいなのがあったんだけど、それはもう売り切れちゃってて、でこれがうちの特典ね。そうそうそう、これ意外とさ私これが一番人気かと思いきや、うん、これが売れ残るんだなっていう感じでした。はい、でいつもながらの、はい、こちら、ね、竹9番でね、前回リーフを開封してさ、うん、ちゃんとグラム測って、うん、ちゃんとお湯の量を測って、うん、ちゃんとしたらこんなに美味しいんだねって動画撮ったじゃん、夏の時ね、夏の時、うん、なんだけどやっぱね人っていうのはねめんどくさがりでね適当にやっちゃうのよ。で、なんだかんだやっぱティーバッグが楽なのよ。そうだね、うん、分かってる、割高なのは分かってるし、うん、お買い得感が少ないのも分かってる、うん、でもやっぱしね、こうタンス、キッチンの扉開けて、うん、お茶飲もうってパッて手に取るのってティーバッグなのよね。そうだね、だから今結構ね飲み残っちゃってるのもねリーフなのよ、うん、そうそう、ティーバッグは早々ね、早々、でもティーバッグは今もうストックがほぼないの、うん、今あるリーフとかが全部なくなったらうちはもう多分ティーバッグになるだろうなっていう感じがしております。そうですね、じゃあいきますよ早速。へい、ジャキーンと、おー、まあ冬だから多分紅茶系が多いと思う。うんうん、はい、この度は世界のお茶専門店ルピシアのお茶の福袋をお買い上げいただき誠にありがとうございますと、これからも世界の産地から届く紅茶やウーロン茶、日本茶など美味しいお茶をご紹介してまいります。2024年もルピシアをよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。あ、早速来ました、宇治やぶきた。あー嬉しい、嬉しいね。もうやっぱ私たちはもう緑茶ウーロン茶が大好きだから、そうなんです、なるべく緑茶に入っててほしい。なるべくね。はい、こちらニルギリクオリティ2023、これまあ原材料名紅茶だね、インド産です。初めて見たかもね。レモンだって。え、ちょっと美味しそうだね。美味しそうじゃん。しかもニルギリクオリティ2023って書いてあるから、うん、まあなんか限定だったのかしら、うん、間違えた、レモンに合うようにだった。あ、レモンティーでどうぞってことか。うんうんうん、あ、ね、これからね嬉しいのが続きますよ、はい、モーリーファーチャー。あー、もうね、これ好き。ね、私たちねちょっとルピシアのこと紹介しすぎてもう名前覚えてきたね、うん、これはもうリーフでも買ったことあるし、うん、これ好き。パシフィコ横浜でもね試飲したよね、うん、でこちら台湾ウーロン茶春摘み。おー、いいですね。一応原材料産地名は台湾だね、はい、半発酵茶ということで、はい、いいですね。今のところ私たち好み大好き。あ、今回フレーバーありだったっけ。
ありだね。あ、白桃ウーロンが入ってるから。あ、やった。嬉しいね。じゃあ白桃煎茶入ってないかな。今のところ煎茶多いんじゃない？煎茶ウーロン茶。うん。はい。あ、アールグレイダージリー。あ、好きなやつ。好きなやつ。もうつい最近飲み終わった。うん。でね、今ちょっとパッと見たところ、これがね、2025年10月なんだけど、うん、これは2024年10月だから、あ、これなんかね、24年6月だから、だいぶばらつきがあるね。うん、25年3月とかもあるけど、まあまあ、切れても私は飲んじゃうけど。はい、ロゼロワイヤル。あ、知らない。これ有名じゃん。嘘。これも試飲したよ。買ったことはないけど、うん、これはね、結構ルピシアを代表すると思う。スパークリングワインの香りに重なるイチゴの甘い香り。うん、すげえ。美味しそうだね。これはフレーバードティー。今のところ2、4、6、7個。もうこの時点で結構やっぱ得だよね。ね、1個1000円するじゃん、ルピシア結構。うん、はい、こちら。ベルエポック。ね、これ。これも紅茶だね。インド、ケニア、その他ということで。インド、ダージリンとコクのある紅茶をブレンド。どこか懐かしい風味です。気になる。いいね、うん、あ、巨峰が来ました。飲んだことない。巨峰、グレープフルーツとかはあるけどね、うん、巨峰を初めて見たね、まあ、これも緑茶ということで。巨峰嬉しいかも。飲んじゃん、ぶどう好きだからね、うん、はい、あ、これは結構攻めてるよ。これはすごいよ。生姜な紅茶。飲めるかな。あ、これは飲めるかな。生姜を優しい飲み口の紅茶にブレンド、清涼感ある風味です。ミルクティーにも最適。ジンジャーティーということですね。ああ、なるほどね。でもまあ25年11月まで持つから、ゆっくりゆっくり。でも、そのパンドラを開けるのはルピシアだから。そうなのよ。一番初めのやっぱね、白桃煎茶。煎茶。で、私たちの扉が開いたからね。すごい先入観で、うん、白桃お茶にみたいな感じだったんだけど、うん、はい。黄金系。あ、知ってる、うん、これも有名だね。うん、やっぱ ね、 ティーのね、グラムが違うね。これ 3g×10、 これ 2.5×10 とか。うーん、まあやっぱ紅茶と煎茶で結構グラムが違うのかな。これなんてほら 2g×10 だって。はい、じゃあこれで最後かな。ジャキーンと。おお、あ、これティーバッグだ。当たり前か。なんかこういう大きいのってさ、リーフなイメージが私あって、うん、なんかなんとなくね。全ティーバッグだ。全ティーバッグだね。これすごい、25個入ってる。これはありがたいね。てか、今回はちょっと私たちにとっては当たりかもしれない。すごくいいかも。すごく夏のように、煎茶が今回多かった。美味しい、うん。挑戦もいい感じにできるし、みたいな。そうだね。だって紅茶がさ、1、だから、あ、これ一応フレーバーなんだ。フレーバーとフレーバーじゃないに分けてみようか。フレーバーはね、このね、ちょっと淡いオレンジで、うん、この真っ赤が純粋な紅茶、うん、で、ま、真緑が純正なお茶、うんうん、で、この黄緑がフレーバーのお茶。なるほどね。こうやって色分けされてるんだ。なるほどね。めちゃくちゃ良いじゃない。じゃあこちらとこちらがフレーバー、ね、はい、で純粋。なるほどなるほど。5、8、10、12個入ってるよ。12個入って値段が、送料込みで5620円だから、うん、5620÷12 だよね、うん、1個468円だもん。安い。やっぱ安いよ。半額？うん、半額。そうだ、だってこんな大きなのも入ってるからね。で、そのこれあるじゃん。あ、そうなの、そうなの。だからさっき言ったお便りっていうのはこれが2つ入ってくんのよ、うん、まあ、パッケージはこれじゃないんだけど、うん、あのその時の旬のハロウィンだったり桜だったり、うん、お正月だったりっていうのが入ってくるんだけど、うん、まあこれはだからルピシアを代表する15種類のものがいつも入ってる、うん、あの白桃煎茶入ってると思う。白桃煎茶これで入ってなかったらどうしよう。これ変わる、もしかして。変わるんじゃない。変わるか。大丈夫、別にあるから。あ、ロゼロワイヤル入って、あ、白桃煎茶入ってないわ。むしろこっちはほぼ紅茶。あ、これさっき言ったほらグレープフルーツのお茶、美味しいのよ、うんうんうん、こっち白桃ウーロンだ。なんか最近さ、白桃ウーロンが攻めてきてる気がする。白桃ウーロン率高いよね。高いよね、うん、なんかあの白桃煎茶が入ってこないな最近。それだけがちょっと少々。だって今回さ、白桃煎茶何にもないってことじゃん、うん。本当はね、選べるんだったら、私はあのリーフ3種類セットってのがあるんだけど、うん、このセットのやつ、おまけね、うん、それの中に白桃煎茶が絶対入ってて、そう、それをね、狙ってたんだけど、まあなかったということで。こん
な感じのラインナップですね。そっちのティーバッグもさ、色 の, あの設定が一緒だね。なんか初めてまたルピシアのルールが分かった。全然あの関係ないと思ってたから。黄色って何これ？黄色なんかフレーバーのティーかな。ルピシアオリジナルティーバッグって書いてあるけど、なんでしょうね。黄色もあります。こんな感じで素晴らしいですよ、はい、これで5600円です、うんうんうん、いかがでしょうか。いいと思います。じゃあね、例のごとく気になるものを試飲しながら、はい、お菓子パーティーに行きたいんだけど、はい、もんちゃん何飲みたい？何しよっかな。まあ、結構ね、言ったら飲んだことあるものが多いから、うん、私巨峰で行こうかな、うんうん、巨峰とニルギリで行く。ちょっと生姜の紅茶はお友達といる時に開けようかな。飲めなかった時にあのそのまま差し上げれるように。うんうんうん、ロゼロワイヤルもいいな。あ、まあそれも美味しそうだね。いちごが気になるよ。ロゼにする？うん、じゃあロゼと巨峰で、すごい、いちごと巨峰でいこうか。すごい、これを作ろう。はい、やっぱし結局3種類やることにしました、うん、でね、これ裏に書いてあるんだけどね、うん、蓋をして蒸らすとより一層美味しく召し上がれますって書いてあるんだけど、うん、見てよ、蓋でしょ。すごいでしょ。そう、蓋を手に入れました。こちらで作っていきたいと思います。じゃあまず巨峰から開けてみます。はい、はい、あ、え、嘘でしょ、やばい、ルピシアってやばい。あのね、言うならばね、ちょっとね、風船の実ガムの匂い、ちょっとお菓子の匂いだよね、これは。いやでも、いや、本物の、例えば、いやでも近いよ、ぶどう狩りに行ってこの匂いはしないじゃん。な、巨峰の皮の匂い、うん、でもやっぱ私はね、ジューシーな匂いがする。トーマスのチューイングガム、うん、3個で100円のダイソーの、うん、とか風船の実ガムのブドウとかの匂いではあるけど、うん、でもより寄りすぎてないよ、そっちに。ああ、そう、新鮮な匂いも感じるよ。てかすごくない？すごい、びっくりした今。これはすごいわ。すごい、やっぱルピシアの力を知ったわ、うん、いやすごいね、すごい、ちょっとびっくりした。だから目隠しした友達に匂いを嗅がせて、うん、ここに目の前にあるのは何だと思いますかって言ったら、うん、誰も煎茶とは言わないと思う。ぶどうのお菓子かなみたいな。じゃあ次、ロゼロワイヤル、はい、あ、ちょっとすごいよ。本当にルピシアってすごいと思う。これはね、やっぱだからいちごのちょっとお菓子の匂い。いちご、うん、ちょっと嗅がして。スパークリングワインっていうのも分かるよ。でも単なるいちごじゃないよ、うん、スパークリングワイン感あるかもしれない。もうこのね、匂いの香りの素を食べたくなるぐらいの、うん、これもすごいや。やっぱルピシアってすごいな。どれどれ、これはまあフレーバーじゃないもんね。うんうん、これはもうごく一般的な、もう紅茶です。あ、紅茶です、うん、ザ・紅茶ですって感じ。ダージリンですか？なんだろうね、ではないか、うん、何も書いてありません。いい匂い、ニルギリなんじゃない。もんちゃん見て、これここにさ、丸い玉見えますか？すごくない？これ真珠？なにこれ、クリスマスツリーのさ、あの飾りみたい、ほら、すごい、すごいね。まあこれもね、お湯は 150ml って書いてあるんだけど、まあそうだね、このマグカップは浅くて使いやすいね、うん、ちょうどいいや。これ、あーあー、これ入るわ。で、これをさ、ティーバッグ置きにすればいいんでしょ。なんて画期的なマグカップなの、これすごいね。じゃあ待ってる間に今日のお菓子のラインナップを紹介します、はい、まずこちら、まあ、全部ね、あの、ありがたいことにいただき物で、うん、韓国のお菓子があったり、うん、はい、チョコがあったりと、はい、で今回ね、いっぱいあるから、これはね、リーフメモリーって言って、うん、中にね、葉っぱ型のこういうチョコがね、うん、たくさん入ってると、うん、そしてゴディバのミッキー、ででん、これすごいよ、お高級なおチョコをいただきましたので、うん、まあ、こちらと、うん、あとね、沖縄からジミーのクッキーが参戦です。素晴らしいね、素晴らしいメンツでしょ。これをポリポリ食べながらこちらをいただきたいと思います、はい、ルピシアミッドナイトティーパーティー、イエーイ。本当はね、アフタヌーンティーパーティーって言いたいんだけどね、ただいまミッドナイトですから。はい、それではじゃあもんちゃん、どっちから飲む？こちらで。ロゼでいいですか？はい、もうね、部屋中に香りが漂っております。いいです、いいです。それじゃあ私、巨峰からいただきます。はい、いただきます。
うん、おいしい。うん、もうね、あの全然食事にも合うぐらい巨峰が邪魔してない。うん、おいしい。あのどっちかっていうとね、香りは強いんだけど味はもう8割煎茶。もうさーっと帰っていく瞬間にちょっと巨峰感じるぐらいで、飲んだ瞬間巨峰っていう感じじゃない。すごいね。でも香りはそうすごいんだけどさ、ね、うん、いただきます。ロゼね、これ。はい、ロゼ。うん、おいしい。どう？おいしい。これもそうだよ。匂いほど味が来ないのに。だから結局ルピシアってお上品なのよね。だからルピシア好きなの。ああ、わかるわかる。うわー。そうなんだよ。でも香りで楽しめるのに、うん、最後にファって鼻に抜けるの。そうそうそう。だから食事の邪魔にならないっていうかさ。じゃあ私はニルギリを。あ、これ超美味しい。あ、うん。これはまあもうごく普通に。まあでもちょっとダージリンとかと違うかな。うん。うん、なんかやっぱ蒸らしっていいかも、うん、あのね、このあのチャーリーブラウンのコップよりも、うん、あのなんか美味しい気がする。うん、うん、いやすごい、なんかあんま蓋の概念なかったけどいいな、うん、これめちゃくちゃ美味しいよ。ちょっとちょうだい。え、なんかキラキラしてるじゃん。見た、もんちゃん、これ。じゃあコップかなって思って。え、違う違う、どっちかなって思ってたの。違う違う、もしかしてこれがキラキラしてる。いるいる、 あ、 いるいる。あのね、絶対カメラでは映らないと思うけど、映るかな。映ってる、映ってる、映ってる。この星のかけらみたいな。これ何？これ何なのこれ？そうなんだ。これだからさ、白いさ、本当のこう、なんていうの、ティーカップで飲んだら綺麗だろうね。だってさ、もうこのお紅茶が赤いわけじゃん、うん、で、キラ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 したからさ。あららら。あらら、これうちないのよね、真っ白いティーカップが。うん。うーん、すごい。やっぱすごい、ルピシアは美味しい。さ、ふわっとだけでしょ。うん、ふわっとだけだし、こんなにお茶を飲むということだけがエンタメになるっていうの。そう。なんか、あ、お茶飲もう、あ、美味しいじゃないじゃん。そう。え？みたいなさ。全然渋くならないところが。そうそう。あのね、私はよくね、ティーバッグも入れっぱなしで、お湯を継ぎ足し継ぎ足しても全然美味しいのよ。そんなね、雑な作り方しても本当に美味しいの。ふわっとでしょ。うん、ふわっとだよね。あ、すごい、思ったよりめっちゃ煎茶、うん、全然ご飯でいいでしょ、うんうん、なにこれ、超不思議。美味しいよね、やっぱルピシアって。いや、これ合わせようって思ったのが面白いね、うん、だからでも結構さ、桃も合う、グレープフルーツも合う、巨峰も合うってなったらさ、うん、まあ、バナナとかじゃない限りも合うんじゃない。あるんじゃない、バナナ、バナナ紅茶、バナナ煎茶。どう？うわー、夢のようなボックスだね、本当に。うわー、ちょっともんちゃん2枚入ってるからさ、うんうん、半分こしようよ、うん、ちょ、これ面白いね、見て、半々。いいじゃん、半々にしようか。チョコと半々どっちがいい？半々。半々にしよう。え、これ1枚じゃないよね。あ、はいはいはい。おー、 おー、いいですね、このベーシックなクッキー。いただきます。うん、うん、最高。合う、うん、あ、美味しいね、これ。なんだっけ名前。ニルギリ。ニルギリ、うん、美味しいよね。美味しい。こういうのにはやっぱベーシックな紅茶も合うだろうね、うん、まろやかだね。うん、すごいわ。うん、美味しい。うん、何、うん、お、高級すぎて。何食べようか、これ。この耳のさ、チョコ、こことここはさ、一緒っぽくない？いや、この、これ食べるでしょ。どれ？キラキラミッキー。これとこれってちょっと色違うよね。うん。半分ずつしよう。ほんとに？うわー、この白いミッキーも可愛いね。はい、どうぞ。すごい。可愛いミッキー。え、すごいよ。え、なんか3層ぐらいになってる。これ、映る？映ってると思う。すごい。うん。うん、なんか甘い、すごい味、すごい味、すごい味、うん、うん、普通のチョコ食べたい。うん。
うまい。すっごい。なんだこれは。チェリーガナッシュ。うまっ。なんか一発目からすっごい選んじゃった。うん。ダークキャラメルミッキーにしよう。うん。おい。あ、これも中は2層だね。あ、チーズだ。え？チーズケーキのムース入れてるって。すごいね。複雑だな、味が。複雑。なんかルピシアのさ、お茶を紹介するのにさ、なんかゴチバが複雑すぎてさ、そう思うとルピシアのお茶は、なんていう、いい意味で、うん、まとまってる、ね、まとまってる、単調的な味っていうか、うんうん、もうやっぱここまで来ると私たちの舌はもうわからない。美味しいけどね。美味しいんだけど、すごいね。この組み合わせをシェフがさ、作ったと思うとやっぱすごいね。うんうん、ちょっと、ミッドナイトには重たいからしまおうかな。ティータイムに合うのってさ、うん、クッキーな気がする。クッキーかもね。なんかチョコは、やっぱお茶を、うん、しまってしまう、うん。お茶が勝てない。ブラックコーヒーとかのが合うのかもしれない。うん、合うし、お酒とかのが合うと思う。うん。うん、いいわ。と言ってもこれもチョコなのよね。この辺はこれとか。結構今回チョコ。これ行ってみる。うん。これ。なんだろう。韓国語だから何もわかんない。チョコ。あれ？こういったチョコが入っておりました。ちょっとクッキークリームのような。はい。じゃあもうちょっと。すごい、粘着がすごい、歯が怖い。これはチョコじゃないよね、どう見ても。なんかさ、多分チョコが集まってきちゃったの。これもチョコじゃん。カントリーマームチョコでしょ。まあこれがまだちょっと違うかもしれない、うん、これはさ、なんかロッテって書いてあるからさ、なんかチョコっぽくない？うん、もうゴディバで一気にさ、チョコがもういっぱいいっぱいになっちゃって、なんかシナモンのような、サーターアンダギーのような。はい。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。もう粘着がすごい。うん。あ、揚げパンの味。ヤングドーナツの味。あ、そう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 。うん、ヤングドーナツだ。うんうん、うん。うん。ヤングドーナツだ。うん、懐かしい。うん、うん、うん。これちょっと合う、紅茶に。うん、これはやっぱこういうの合うよ。うん。うんうん、これはもんちゃん、これどうだろう。なんかでもすごい、すごそうな。いや、こっちにしよう。それにする。うん、多分私の予想オレオだと思うんだ。いや、触った感じ違った。ほんと？うん、ほら、あー、なんだ、ね、すごくない？私これで見てオレオってわかるって。もしかしたらチョコミントかも。あ、チョコミントだ。食べらんない。すごい。ちょっと私食べてみるね。あ、ちゃんとほら、あのメーカーのオレオだね。 すごい。ちょっともんじゃ嗅いでみ。あ、食べらんない。うん、うん、うん、あ、でも味はね、うん、匂いの以上にぴったりはしない。うん、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 でもすごい。だから31のチョコミントアイスをビスケットで挟んで食べてるような感じ。うん、ちょっと口がね、甘々になってしまったから、うん、あのこういうしょっぱい系のお菓子でも合うのか検証したいと思います。うん、こちら、花田さんの、カレー味、うん、カレーの、ラスクをいただきましたんで、はい、もうじゃあ半分こする？1枚いける？うん、半分にしてみよう。半分にしてみようか。スパイスカレーラスク、うん、パッケージがいいよね。いい。グーデデロワマハラジャ、美味しそう。わ、あ、あ、あ、いいよいいよ。神保町、神保町の香り。神保町の香りがします。一枚食べれるな。いや、じゃあ大きい方いいよ、ほら。いい、うん、いただきます。うまっ、うん、まっ、
なんかさ、カレーなんだけどさ、うん、あのほんのり原田さんがいるね。あの、うん、シュガーの大元の。いる？いるいるいる。うん。あ、これインドカレーです。うん。これこれ。このこれがいる奥に。うん。うん。本当にインドカレー。うん。日本のカレーじゃない。日本のカレーじゃない。うわ、めっちゃ美味しい。ちゃんとさ。コリアンダー、ウコン、カルダモン、ローレル、マスタードシード、シナモン、クローブ、トマトペースト、ジンジャー。こんな本格的なインドカレーのお菓子初めて食べた。うん、めちゃくちゃ美味しいじゃん。うん、これは合うね。これやばい。ニルギリがいい。もう一種類ぐらい飲む？もう一種類飲みたい。うん。め目を閉じたら、めっちゃ美味しい。インド屋さんにいるわ。やば。どれをね、飲もうか悩んだんだけど、うん、やっぱね、この生姜の紅茶飲んじゃおうかということで、うん、この機会じゃないとね挑戦しなくなっちゃうかもしれない。そうそうそう、すごい美味しいかもしれないし、そう、まあ、本当はね、ミルクティーでもやってみたかったんだけども、うん、ちょっとお湯でいきます。はい、せいや、せいや、あ、うん、匂いはね、全然生姜の香りはするけど、あ、いけそうか、いけそう感がある、全然。なんかね、チャイがすごかったのよね、私たちの思い出的に。うんうん、でもそんなチャイほどじゃないね。中身どうなってんの？ちょっと待って、これなんか体に良さそうだな。あ、はいはい。見えてますか？はい。白い生姜が。これは生姜のフリーズドライなのかな？すごいね。え、これいいかもしれない。いける。あの、ちょっとね、風邪っぽい時とかさ、うん、喉に違和感がある時とか、うん、しっかり押さえて。あれ、なんか思ったより全然だったかな。絶対体にいい。うん、これはいいな。むしろリピート案件が出てきたぞ。うん、おせんべい食べる？おせんべい出てきますか、おせんべい。うん、ベースは紅茶なんだよね。うん、そうだけども、まあ原材料はね、紅茶とジンジャーしか書いてないから、まあ、あの無駄なものは入ってない。香料とかは入ってないってことだから。優しい飲み口。でもやっぱね、ちょっと飲むのをためらうぐらいのジンジャーの香りはします。正直いくよ。うん、おお、うん、あ、これはこれと割り切れば、うん、もう紅茶として飲まない方がいいかも。うん、あの生姜湯、生姜湯、そうそう、ちょっと料理っぽいような気もする。あ、スープ、うん、スープよ、スープ、紅茶じゃないや、生姜スープ。へー、うん、あ、これはね、紅茶って割り切らない方がいいね。あ、その紅茶と思わない方がいいかも。合わないとかじゃないんだけど、やっぱちょっと脳が一瞬錯覚するっていうか。うん、あ、飲めやすい、うん、飲めやすい。あの割り切ればね、あの、あ、だからチャイとかでは全然ない。あ、それはないね。うん、だカルダモンとかは入ってないから、やっぱそのチャイっぽいのはないけど、飲みやすい。本当？うん、なんか塩入れたい、なんかそんな感じだから、ちょっとスープっぽいっていうか、うん、うん、あ、だからスープだね。オニオンコンソメスープの生姜強めみたいな、うん、生姜強めの風の時飲みますみたいな。でも私結構ね、生配信の後とか喋りすぎたオフ会の後とかで喉を壊しやすいから、うん、飲みたいかも。全然思ったより飲みやすい、うん、あのね、むしろね、あの体に良さそう感がすごくて、すごい、逆に一番リピートしたい商品かも。うん、チャイってさ、癖強って思うけどさ、別に癖じゃない、うん、本当に。ああ、本当なんだから生姜。単純に生姜。でもさ、ここまで生姜出るってすごくない？すごい。絶対いるよ、風邪の時これ飲みますっていう人。しかもプレゼントにおすすめなのはこれかも、一番。うん、この12種類のティーバッグの中で、うんうん、例えばね、そういう声を食としてる人とかさ、わかんないけど、多分冬場とかさ、うんうん、名前良くない？生姜の紅茶ね。生姜の紅茶。あのさ、あれにさ、ジンジャーレモンってのがあったのよ。あった。それはさ、これプラスレモンだ。これにさ、レモン絞ったら美味しいんじゃない？あ、美味しいかも。あれ、もんちゃんあったよね、ジンジャーレモン。あ、ここ、こっちこっち。あ、なんでそんな1個だけジンジャーレモンが飲むんだ。これこれこれ、ちょっと気になってきたわ。ちょっと今は多いから飲まないけど、うん、これだからレモン絞ってもいいな、ね、これはちょっと、あと、蜂蜜入れてもいいかも。ちょっと蜂蜜入れようよ。蜂蜜入れる。蜂蜜入れる。ミルクは大丈夫？あ、蜂蜜、ちょっとミルクもじゃあ持ってきて。これめちゃくちゃいいかも。チェイ、チェイ。まさかのさ、一番ダメそうかなと思ったのが、うん、一番良かった。一番いいかもしれない。あの、一番、あの、なんていうの、
アレンジも効くし、うん、ちょっとじゃあ蜂蜜をまず入れます、うん、え、これ完璧じゃん、蜂蜜ジンジャー紅茶とか、うん、え、いいぞいいぞ、蜂蜜の次は牛乳を入れてみるから、うん、おあ、結構な蜂蜜の量が必要かも、うん、そんなちょっとじゃあ甘みはあんまし出ないねでも、相当喉にいいよ、この。そうだよね。だから、あの別に口で甘みを感じなくても、成分が入ってるんだから、確かに別にいいよね。うんうんうん。はい、飲んでみて。次、ちょっと牛乳入れてみよう。うん、お、これはいいぞ。ああ、いいじゃん、ね、いいじゃん。でも、味覚で言ったら、別に甘みはいらないかも。うん、最初の方が美味しかった。最初の方が美味しかった。でも、うん、その喉のことを考えたら蜂蜜もいいかもね、うん、という感じ、うん、だすごいよこれ、ベースがいいよ。よし、じゃあ牛乳を入れてみます。低脂肪だけど、低脂肪だけど温めてもないけど確かに色は色は、あ、色はほら立派なミルクティーですよ。あらまあ、なんとここには生姜と蜂蜜と牛乳が入っております。なんと健康的な、うまい、うまい、嘘でしょ、うん、私さ、いつもルピシアの紅茶飲むときに、あの牛乳を煮立たせなきゃいけないと思ってめんどくさくて、すると飲んでたんだけど、うん、このやり方でいいんじゃん。ぬるくてもいい、うん、なんならチンすればいいと思う。熱々がいいならもっと入れてもいいと思う。めっちゃくちゃうまいよ。美味しいじゃん、めちゃくちゃ美味しいよ。美味しいじゃん、美味しいじゃん。え、正直どの何よりも美味しい。あ、やばい、これこれやばいね、うん、これはね、ちょっと2個3個、うん、あの備蓄でにするかも、うん、なんか消化感が半分になっちゃったけど、まあそうだね、でもそれもまた美味しい。ちょっともうちょっと牛乳入れたら、あ、すごい合う。でもこのさ、牛乳入れるとするなら蜂蜜必須だね。うん、ね、そうかも。え、美味しいじゃん。めっちゃ美味しいよ。いいじゃん。うん、出来上がった。生姜開けてよかった。生姜開けてよかった。なんなら一番美味しい。これがルピシアのすごいとこよ。そう、あのもうなんかお茶だ、お茶なんだけどお茶にとどまらないよね、やっぱ、うん。私次に好きなのはこのロゼね。キラキラロゼ。あ、私もこれめちゃくちゃ美味しい。ちょっとロゼに牛乳入れてみる。なんかちょっとルピシアの牛、あの紅茶に牛乳入れてみたい。合う感じしないよ。ニルゲンに入れる？うん、そっちにしよう。こっち？うん。わかんないけどね。でもいちごミルクみたいになるかもしれない。そうだよね、そうだよね。やっぱそんな感じがするよ。いちごミルクみたいになるかも。なんか子供たちのドリンクバーみたいになってきてるけど。いちごミルクみたいになるかもしれない。あ、いいんじゃない？やばい。なんだ、低脂肪乳がいいのかな？いちごミルク？うん。え、これで砂糖入ってなくてジュースじゃないってちょっと奇跡かもしれないもん。そうそうそう。だからよくさ、コンビニでさ、甘いボスとかのさ、ミルクティーとか売ってるじゃん、うん、今ペットボトルで、うんうんうん、ああいうので砂糖をバンバン取っちゃうんだったら、うん、ほんとこういう方が、あの、ね、体にはいいと思う。もちろん自由だと思うけども、うん、うん、ロゼ合うよ。むしろフレーバーの方がやっぱ牛乳合う気がするな。そうだね、うん、こういうベーシックなのも合うと思うけど、うん、美味しいよね、うん、また一つ扉を開いちゃったよ。こんな飲み物飲んだことない。なんか煮立たせなくてもいいんだね、牛乳って。マジ新しい。すごい美味しい。いいわ。もうそうなってくるとさ、 いつもさ私たちが好きなのはお茶とウーロン茶でとか言ってたけどさ、紅茶嬉しくない？そう考えると。すごいかも、ね、だね、いや、やっぱルピシア買うべきだな。いつも悩むんだけど、ね、買うべきだ。体験として新しい体験ができるし、うん、味覚が研ぎ澄まされるし、うん、だってこんなにさ、お茶にこうなることないからね。ないし、うん、エンタメがすごい、うん、まあ、今回も大満足だったということで、はい、最後までご視聴ありがとうございました。皆様もルピシアの福袋を買って生姜紅茶に蜂蜜と牛乳を入れてみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。我が家にルピシアの福袋が…待って、買っちゃった。こんにちは、ゆいです。今日は、2023年12月に…ちょっともう一回やるね。
こんにちは、ゆいです。今日は2023年12月に購入しました福袋、ちょっとおかしいな。こんにちは、ゆいです。今日は2023年12月の年末の方がいい？うん。こんにちは、ゆいです。今日は12月の年末に購入した何こんにちは、ゆいです。今日は こんにちは、ゆいです。今日は2023年12月の年末に購入しました。こんにちは、ゆいです。今日は昨年の年末ああ、言えないよ。23年の年末が言えない